沢内街道は、岩手県森岡市と岩手県我が郡西和が町を経て、秋田県へ向かう道路。沢内街道は、森岡城下から、道の区国和が郡を縦断して、秋田領横手に至る街道の総称。消防年府住山紀、天文八年城に、この年沢内の堂々母大坂の道作り直すなりと、あり、雫石盆地と沢内盆地を結ぶ街道として、 古くから利用されていた。漢文11年までは、森岡城下から、秋田街道の雫石から、雫石川を渡り、増沢を経て、大宿から切れ止めを通り、群堺の長橋峠を越えて、海沢に入っていたが、同年、海沢の萩原が、森岡藩の看場の牧場を落とされたため、雫石から南畑を経て、群堺の山伏峠越しで、 海沢屋に入る道が開かれ、本堂とされたが、旧道より一里ほどうになる上、都線所が多く通行が困難であったため、雫石町に入らず、板橋から分かれて、元御所を経る近道が利用されることが多く、後に、これが、正式の路線とされるようになった。また、下鬼柳村で、大うか道から分かれ、岩崎村を、 すすまごせ畑岩沢和賀仙人峠川尻、越中畑から白木峠を越えて山内村へと至る東西の道も沢内街道と呼ばれ、江戸からの諸物師が道の区街道からこの街道を経由して秋田川に搬入されたこともあり、秋田寮からは南部道と呼ばれていた大羽と連絡するつなぎお路線であった。ありがとうございます。